はい、こんにちは。8月10日の水曜日、お久しぶりです。今日から私は夏休みに入りまして、久々に時間が取れたので撮っております。まためちゃくちゃ投稿サボってるんですけど、コロナになったりしているわけでもなく、ただサボってるだけなので元気にしております。で、まあ、今日はね、なんでこう室内なのにマスクをしているかっていうところで、まあ多分サムネとかにも書いてるからバレてると思うんですけど、私今前歯から6本歯がないような状況でして、で、まあこんな事態多分もう人生であまりそうそうないかなと思って、まあ、そんなことも記録に残しておこうかなと思いまして動画を撮っております。ただ見せてもいいんですけど、なんか多分トラウマになるだろうから、見たら前歯ががっつり6本、今なんかなんていうの、差し歯を入れる予定なんですけど、それの間まではその土台しかないような状況で、でなのでもうどういう状況って絶対多分気になるだろうから見せてもいいんですけど、ただ本当に怖いので、リアルになんかちょっとお薬やってる人、ちょっと悪いお薬やってる人みたいな感じになってるんですよね。だから見たくないなっていう人はもうこれ以降の動画見ないでください。で、じゃあどういう恥ずかしいんだよね、本当にマスク時代で良かったなって思ってるけど、これがもうこうしてたら普通ですよね。 まだこうしてたら普通なんだけど、こういう感じなの。怖いっしょ、歯がね。いや、これ噛んでもこんな状態なの。こっから前は2本含めて6本虫歯になって、でなんか虫歯がひどいからもうやるしかないっていうんでやってるんですけど、でなんでその仮歯、本当にちゃんと最終的な差し歯を入れる前の仮歯を入れないかって言ったら、なんか仮歯で1本1万6000円かかるって言われたんですよ。でなんかなんて言うんだろう、治療中その歯を作るのに型取りしてから歯が最終的に出来上がってくるのが2週間ぐらいかかるって言われて、その間どうしますかって言われて、その間にその仮歯を入れることもできるけど、入れたら1本1万6000円だから、もう 6本あるから10万ぐらい、2週間の仮歯のために10万ぐらいかかるなと思って、まあ良ければ、あなたがいいんだったらこの状態のままで2週間、まあ今マスクだからそこまで周りから見られることもないだろうし、いいんじゃいいとは思いますけど、みたいな感じで先生に言われて、じゃあまあ確かにマスクしてたら分かんないかもなと思って、こういう状態なんですよ。もうね、不便だし、めっちゃストレスだし、すごい悩まされてる。さしすせそうがすごい言いにくいの。なんか歯が普通だったらさ、上の歯と下の歯がこういうこうちゃんとガチャって噛み合ってるけど、それが今こうどんなに歯をグッて噛んでも隙間が空いてるから、この隙間からこう空気が抜けるんだよね。だし何よりも食べ物が噛み切れないの。
だからパンとか食べれないし、なんかカリカリのものとか、なんか唐揚げとか、なんかハンバーガーとかも食べれないし とにかく本当にこの2週間はね、辛かったんだよね。なんかご飯食べる時とかもさ、なんか会社でみんなでご飯食べる時とかも、なんか笑った時にこんなんだから笑った時にこうやってこう口元を隠してヒって笑わないといけないし、うん、とにかく不便なことが多かった。ちょっと不気味だから、これちょっとこれつけとくね、マスクもうね、なんでと思って、なんで私普通に毎日歯磨きもするし綺麗にしてるのにこんなことになったんだろうと思って、悲しいよ。しかももう30手前でさ、こんなさ状態になってさ、これから私の歯はどうなるんだろうと思って、で次入るのは一応なんか保険適用外で白い歯、セラミックの白い歯を入れようと思ったら1本8万円くらいするって言われたから、6本だったら6、8、48、それで48万円になっちゃうから、保険だったら 2,3 万でできますとか言われて、えそんなに違うんだと思ってで保険でも白い歯はできます、銀歯もできますとか言って、えぇ、ー、と思って銀歯とか絶対ないなと思って、だって前歯2本銀歯の人とか見たことある前歯2本から6本おかしいでしょ、漫画みたいでもなんか銀歯が強いんだって、その保険の白い歯だったらセラミックよりは弱くて銀歯の方が強いしみたいな感じで言われて、でも絶対白い歯がいいなと思って白い歯に一応してて、で今日ちょうどその2週間経ったから今日歯医者にこれから行くんだけど、もう長かった。しかもさ、なんか本当はこの今の状態何もしてないんだけど、なんか樹脂のね、なんかその仮歯を入れれないから、その今スキッパーみたいになってるからさ、土台だけしかなくて、からさ、なんかその2週間の間にその歯は結構動きやすいから意外と動いちゃって、せっかく型取りしたのに型からその2週間後にずれちゃってたら型が入んなくなったりとかして、またやり直しになったりとかしたら最悪だからとか言って、仮でなんか樹脂で固めときますねとか言って、樹脂のやつギュギュギュって流し込まれてさ、それでなんか忍んでたんだけど、その樹脂のやつがやっぱりすっごい気になっちゃって、すごい臭いし、あのなんか化学物質の匂いがすっごいするの、口の中がずっとだし、なんかザラザラしてるし、もう前歯から6本だから結構一番気になるところでしょ。でしかもなんかちょっとなんだろう、粘土みたいなやつをギューって入れて固めてるみたいな感じだからさ、なんかこの端っこの方とかがビロビロビロって剥げてきたりとかして、すっごい気になっちゃって、でも私取っちゃったの、気になって自分でもう無理と思って剥いじゃって、で剥げてきたからもう剥いじゃいましたみたいな感じで、1週間後ぐらいに歯医者さんに電話したら、ちょっと気になっちゃってもう自身のやつ取っちゃったんですけどみたいな言ったら、えみたいな、それはもう大変ですみたいな、なんか来れるんであれば来てもらってまた入れ直しますからみたいな、歯が動いちゃったら本当にまた一からになったらまた型取りしないといけないし、また歯作んないといけないからみたいな感じで、すごい慌てられたんだけどさ、だけどもう無理と思ってもうなんか行く時間もないし、平日は仕事があるからさ、だから行く時間もないし、行ってまた樹脂の臭いやつ入れられるのも嫌だしさ、なんかやばい、右目がなんかゴミが入ったみたいっていう感じで、もう仕方ないやと思って今歯
外しちゃってる。だから本当はねここにちょっとティッシュの上に外してあるんだけど、なんかこういう樹脂のなんか型みたいなやつをこうはめてないといけなかったんだよね。そしたらこんな状態になるの怖いっしょこれ今日歯ずれてないといいけどな、歯が動いてないといいけどっていう感じ。なんかでさ、もう会社でもさ前々から言ってたの、私ちょっと歯が虫歯がひどいみたいでみたいな、今度次歯医者行った時前歯から6本全部なくなってる状態になって、そこから2週間歯がない状態になるんで、なんか喋りにくかったりとか多分するだろうから、なんか商談とか行く時とかちょっとあまり重要なところでは喋れないかもですみたいな感じで言ってたら、もうなんか上司も後輩もめちゃ笑ってて何それみたいな、前歯がないってどういうことみたいな感じで言ってて、すいませんとか言ってさあもう後輩とかもさもう笑ってくるわけで、私がさ午前中にそのね2週間前に歯がなくなる時に行った時、午前休取って歯医者行って前歯なくしてきたんだけど、したらさ午後出社するじゃん、したら仲いい後輩がいるんだけどさ、もう私がお昼お疲れ様ですって言って入ってきたら瞬間にもうダーッて走ってきて、てかさ歯見せてくださいとか言ってか嫌だとか言って、見せてください気になりますとか言って、見せたら、あーでも歯がないって歯茎だけになるかと思ってたら意外とちょっと歯あるんですね、あるじゃないですか歯とか言ってきてめっちゃ笑われてさもう恥ずかしいよ、なんかおもろいけどさ自分でも歯がないとか、でも笑い事じゃないよね、笑ってる場合じゃない、なんでこんなことになったのか、もうでも取り返しがつかないんだけど、そんなこと言ってももう気になっちゃってさ、もう1週間ぐらい経った時かな、もう夢も見てさ、悪夢、歯の悪夢見たことある、歯の夢で、どんな夢かって言ったら今歯がない状態のところでやっぱ歯茎が丸出しになってるわけよ、歯茎が丸出しになっててちょっとずつその土台が残ってて、で夢の中でなんかここのない歯茎のところのとこからちっちゃい歯がいっぱいブワーッと生えてくる夢で、なんか気持ち悪いでしょ、なんか鱗みたいなちっちゃい歯がブワーッと生えてきて、ってなってやだーって言って、私もそのちっちゃい鱗みたいな歯をバーって抜いていくっていう悪夢で、それ途中でさ夜中起きてさ、うわっと思って夢かと思ったんだけどさっていう話を、またそれお昼休みにさご飯食べた後にさ悪夢見たんだよねって言って同僚とかに話してたら、なんかポジティブな人がいて、でもリカさんそれって歯が生えてくる夢って夢占い的になんかいい意味があるんじゃないですかとか言って検索してくれて、夢占い歯とか生えてくるとかでなんか成長するとか生まれ変わるとかいうなんかあれがあるらしいですよとか言ってそれをなんか何もない状態でさそういう歯が生えてくる夢とか見たらさいいかもしれないけども、私単純に原因分かってるからさ、ここのことでもう毎日ストレスでうなされてるからそういう夢を見てるっていうことがさ、だからあそうなんだありがとうとか言ってもういろんなことが巻き起こってるよ、もうでもやっと歯が生えるから本当に嬉しい、もう本当にいろんなことを本当に言われて、なんか歯医者さんもなんかそんな仮歯を入れてくれない歯医者さんとかありますかとか言って、なんかセカンドオピニオンで別の歯医者行った方がいいんじゃないですかとか言ってくれたりとか、でももうね私もうめんどくさいなと思っちゃってて、
で今のその行ってる歯医者さんがすごい先生がね男の先生なんだけど器用なんだよね。めちゃくちゃ細かい作業がこの人得意なんだろうなっていう感じで言ってもらっててさ、器用だしなんか丁寧な感じなので、やっぱりそのなんていうかな、接客というかこう対治療のことに関してはめちゃくちゃさっぱりしてんの。なんかこういう方法とこういう方法があるけど、もう僕はもう患者さんが思うようにすればいいと思うから、これはこういうメリットがあってこういうデメリットがあって、こっちはこういうメリットがあってこういうデメリットがありますみたいな、まあね、僕は別にどっちにしたって痛くも痒くもないというかみたいな感じで、患者さん次第だから患者さんに選んでもらえばいいと思ってるんで、どうですか柴田さんとか言われて、でさっぱりしてんなと思って。でもねちょっと優しいところもあるよ。なんかその歯がねなくなるときはやっぱりちょっと見た目が悪くなるだろうから、なるべくその見た目が悪い時間を短くしてあげたいとは思うんだけど、もう2週間は最低かかるらしいんだよねみたいな感じで言われて、ああそういうなんかこう見た目が悪いから短くしてあげたいみたいなちょっとした優しさはあるんだと思って。優しさなのかな、普通なのかな、もうよくわかんないんだけどさ。誰か詳しい人がいたらアドバイス欲しいよ。もうでも終わるんだけどさ、もう歯医者さんね、新しいとこ次どうするかちょっと行ってみないと分かんないっていうとこもあるしね。そんな感じです。なので変わらず元気にやっております。はい、なので本当はね ASMR とかもねちょこちょこそのしてほしいですみたいなコメントとかももらったりしてね、やりたいなって思ってるの、自分自身もずっとやりたいなって思ってるのは、なんかスイカとかなんか季節のシャリシャリしてみずみずしいものを食べるっていう ASMR をやりたいわけなんだけど、ちょっと今噛み切れなかったからできなかったから、ちょっとそしてお盆休みもねあるから時間もあるからさ、もしできたらそういうのもしたいなっていう感じかな。ちょっと今日は歯の話で長く話しすぎた。何を報告したかったかっていうと、もうそういうこと。今の歯の状況を本当は隠してるんだけどさ、その中移動料とかさ迷惑がかかる人たち以外にはさ、そんな柴田さん歯が6本も前ばかりないらしいよとかさ言われて、バレたくないじゃんか、せっかくマスクで分かんないようにしてるのに。なんだけどなんかこの状況をね一人でもうさ、また長くなっちゃった、もう黙って何にも誰にも言わずにすることもできたんだけどさ、なんかもう一人で抱え込めるほどのあれじゃなかったの。もう歯医者から帰る時とかもさ、なんかだから歯医者からそのままその午後ね歯がなくなった時会社に向かってたんだけどさ、もうその向かう道の中でさ、もう歯がなくなっていることがもうおかしくてさ、一人でも歩きながらもう笑いこらえてさ、私なんでこんな状況になってるだろうとか思ってさ、笑いこらえるのが一生懸命だったんだよね。だからちょっと話したいなっていう気持ちもあってちょっと話しちゃった。だけどあんまり見ないでほしい。こんな見せといて。なんやねん。もういいや。まあすいません、長くなりました。元気にしております。今日歯が入りますんで、次からは綺麗な前歯で登場したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではまた。Thank you.